家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタ55のガッチャンです。ということで今回もこのキャンピングカーの中からお送りします。今回は昨年大活躍したアウトドア用品をご紹介します。それがこちらスタンレーです。水は24時間お湯は18時間氷は4日間保存できるそうです。今回はこの氷の部分の実験になります。なぜ実験しようかと思ったかというと、キャンピングカーの荷室部屋部分をシェルと言います。シェルは FRP という素材で作られています。 FRP の特徴は断熱効果が高い点です。しかしキャンピングカーの運転席部分、こちらは一般的なトラックと同じ素材の鉄です。これは車中泊の経験のある方はご存知の方が多いと思いますが、鉄板の車内は夏は暑く冬は寒さをもろに感じます。僕たちも以前は Nボックスで車旅していたので、あの時の記憶が新しいです。ということで断熱部分のシェルと鉄板の運転席部分では、このスタンレーの氷の溶け方がどう違うかを実験します。僕の予想では外気温の影響が少ない FRP の部分では氷は長期間持って、外気温の暑さをもろに感じる運転席部分では氷はそんなに長く持たないんじゃないかと思います。さて結果はどうなるでしょうか。早速見ていきましょう。さあこの氷がどのぐらい持つんだろうね。さあ実験です。おはようございます。24時間後に撮るの忘れちゃって、今36時間後です。はい。さあでもね、どうだろうかね、いきます。ほい。おー、ひんやりしてる。ひんやりするね。水どれだけ、要は氷がどれだけ溶けたかってことだよね。60時間経ちました。どうでしょうか。氷は残ってるよ。本当に。おお。いきますよ。どんくらい氷残ってるか。あ、氷出ちゃった。当てちゃった。おお。でも全然残ってる。まだ残ってますね。本当はまだ残ってます。はい。どんだけ冷たいんだろう。うわ、冷てー。うん。というか、4日超えまして、もうすぐ100時間を超えるというところまで来ました。さあ、どうなっているんでしょうか。開けてみましょう。おっと、ここで氷がなくなっている。あ、若干、ほんの少し見えますね。ちょっと中を出してみましょう。飲んで冷たいのかどうか確認してみましょう。いやー、これ冷たいと嬉しいな。ちょっとね、ちょっとだけ氷が出てきているのは確かですね。さあ、いただきます。あー、冷たい。あー、まだ冷たさは確保して4日、丸4日過ぎた状態まで、まあ、大丈夫だったというのが確認できました。はい、第2弾スタンレー。運転席の厚い空間でこれだけの結構満タンに近い状態で氷入ってます。これがどうなるか
試してみたいと思います。はい、よし、ちょっと時間なのでよいしょ。あー、こちらどんな感じになったかね。スタンレイ、はい、ちょっと見てみようと思います。おー、はい、もうね、24時間はね、溶けないで分かってるので48時間ですね。全然残ってるね。すごいね。はい、よいしょ。さあ、どうかな。スタンレイ、うん、はい、4日経ち、まあ、およそ100時間経ったところでございます。はい、よいしょ。どうかな、見て、私全然残ってるじゃん。深、うん、さ的には半分以上残ってそう、うん、素晴らしいですね。ね、じゃあちょっと入れてみましょうかね。だいぶ溶けてるんだね、うん。冷たくの麺だったらね、もうこれ本当100時間大丈夫ってことですね。はい、はい、終わり。え、待って、え、あのさ、4日持つって言ってさ、4日で半分以上残ってるじゃん、うん、もういっそさ、全部なくなるまでちょっと実験したら。マジでちょっとやってみようか、うん、それでは延長します。はい、さあ、もう何日かわからない状態でございます。さあ、ほんの少しだけ残ってる、すごい。6日、むっちゃん今日6日、6日目、氷残ってるよ、ほんのちびっとだけ。すごい。7日目、すごい残るんだね。いやあ、びっくりです。だって車の中だよ。スタンレー、恐れ入りました。さて、いかがだったでしょうか。実験は別日に撮影していますが、大きな気温の差はありませんでした。そして氷の持ちも大差ありませんでした。これが密封真空のスタンレーの最大の強みではないでしょうか。車内用にポータブル冷蔵庫を購入しようと思うと、なかなか高くて手が届かないとか、電源確保が難しくても、このスタンレーボトルなら、暑い日に口の中に氷を含めれば、それだけで熱中症対策にも冷も取れて良いのではないでしょうか。商品紹介は概要欄にもありますので、気になる方はチェックしてみてください。これから暑い季節がやってくるので、備えておきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。さようなら。次回予告です。ためになる動画は、僕たちには必須なアイテム、マルチルームを徹底解説しちゃいまーす。ベンチレーターがあって、トイレがあって、しかも、あったかいお湯も出ちゃうシャワー付き。徹底解説しちゃいます。ご期待ください。